キュルルーン、おかえりなさいませ。ペリーさんちでお給仕してるクルルとスズとサーサです。はい、本日の動画はですね、まあ、私たちね、あのコンカフェキャストをやっているんですけど、こう普段ね、やっぱお客さんの服装とか見るじゃないですか。まあ、あんまり気にしないっちゃ気にしないんですけど、まあ、こういうのは嫌いだなっていうのはあるよね。あるあるあるなのでね、ちょっとね、女子にね嫌われがちなちょっとファッションもね紹介していこうかなって思います。ではね、まず一つ目、水色スキニーです。水色スキニーね、これ圧倒的に苦手。細いやつね。え、でなんだろう、すごいね、筋肉質な足の人が履く水色スキニーが。水色のスキニー履いてるやついる？え、いるでしょ。履かないようにしよう。足の形がすごい分かりやすいのがちょっと苦手かもしれない。ピチピチピッチってことだよね。ピチピチピッチなのがね、水色だとなおダメ。目立つよね。白黒はまだ、水色だとなんか特にピチピチピッチだよね。こういう色もちょっとあんまりなんか明るすぎる。あー、これ無理。ごめんなさい。分かる分かる。今回だったらまだ、では皆さん、爽やか系をね狙ってね、こういう淡い色を選ぶとダメらしいから、意外とちょっと失敗するかもしれない。黒か白、黒か白が無難だと思う。確かに、うん、2個目、蛍光色のスニーカー。これ合わせ使いしてる人多くない？多い。水色のスキニーに蛍光のスニーカーみたいな多い気がするな。なんかそういう写真なかった？すごい、なんかさ、こうやってなんか5人とかでさ、なんかこうなんかスキニー履いてこうやってみんな同じ色のスニーカー全員スカウト。そうそう、そういう生き霊の写真を見たことがあって、そっからちょっとトラウマだわ。東南とかに生息してるんじゃないかな。確かに確かに。あー、わかる。車命ね、レクサスってプロフィールに書いてるやつな。ティンバーランド、ちょっとティンバーランド履いてる人。あ、じゃあ、あの編集のこのブーツね。うん、あのベージュなのが良くないよね、うん、なんかちょっと一昔前に多分流行ったけど、二昔前ぐらいかな、うん、流行ったけど、あれを未だに履いてるのはちょっと、いかがな、マーチンとかなら分かるけど、キモみたいな。キモ、そうそう、キモ履いてるよね。キモ、なんかなんかなんか、フェルト、フェルトじゃなくて、なんで、ラクダみたいなやつでしょ。そうラクダ系、ラクダ系のブーツは女子受けの色かもしれない。女子受けの話をしてるから、男性の中のロマンとかがあるのかもしれないけど、今は女子受けの話ですからね。そう、女子受けは悪いと思います。確かに、うん、3つ目、チェーンのついた財布。そう、私がね、そのなんか中学生の時に中学生の時とか流行ったじゃん、多分私がね、うん、その時に一番上のところでバイキングで、その一番上のところで財布がこうなんか落ちちゃって、こうずっとこうつられてて、それをこれにやって回収してたっていうね。まあ、そういう役割はあるよね。でも秋葉でさ、来るお客さん酔いつぶれる時とかあるじゃん、その時にさ、まあ、財布にチェーンついてると盗まれないからね。確かに、結構いるよね、でもお客さんとかで、そう、なんかチェーンついててよかったみたいな。本当につけた方がいいと思う。なっちゃったら物理的な問題よ、これは。皆さんつけましょう。携帯なくすぐらいだったらね、まあ、つけた方がいいみたいな、ね、ほら、みんなついてるから、紐をこうやってみんな ADHD 忘れちゃうから。でもお客さんで iPad に紐つけて iPad なくしてる人いたんで、紐つけててもなくす場合があるんだなって。あんまでかいのどうやってなくすんだろう。本当だよね。4つ目、ブランドのロゴ T シャツいるよくないよね、なんかさ、なんだっけ、あのグッチが言われがちだけど、普通にセリーヌとかもジバンシー、バレンシアガ、結構ね、もう何でもかんでもそのブランドロゴをバーンって押し出してる T シャツがあんまりなんかよくないよね、だってさ、ここのさ、ハイブランド、ブランドとかにもさ、他の T シャツ売ってるわけじゃん。確かに、そっちの方が絶対可愛くない、なんでそれ選んだろうなと思うよね。はい、これバレンシアガ、まあ、そういうのを、ね、伝えたいのがね、ストレートに伝わってきますね。ね、ただなんかあの同じブランド、でもなんか可愛いやつあるから、多分そっちの方買った方が好感度ありますよ。可愛いアドバイザー、まあ、これはあの女子受けの話で、本当、あの男受けは分かんないです。5つ目、ルブタン風のトートバッグ。ルブタン風ってトゲトゲしてるってこと？そう、トゲトゲしてる、なんかこんぐらいの犬のお散歩バッグみたいな、でこれは丸1と丸2と併用されて使われることが多い。水色スキニー、蛍光スニーカー、ルブタン風トートで、ピチピチのブランド名が書いた T シャツ。めっちゃいるよね。つまりさ、もうさ、やから系のファッションが受けが悪いっていうね。そうそうそう、で単発みたいな、ボコボコしてて、ルブタン風なんだけど楽天市場とか売ってるやつ、明細から見せる、そうそう、明細から見せるみたいな。そうそう、秋葉にめっちゃいるよね、あの手のやつはね。多い多い、だってあれ、あのお弁当箱入れてそうなやつでね、
曲犬の散歩で使っていただいて、うん、本当にあれはマジで気悪いっていうか、なんかもはや面白いみたいな、うん、だってその中に入ってるの多分財布じゃん。財布だったらさ、財布だけチェーンつけとけばいいんだよ。確かに。さっきチェーンつけんなとか言っちゃった。やべ、ピチピチのスキニー履いた男が財布チェーンついたら燃えちゃうかもしれない。めちゃくちゃギャップもあるか。6個目、ネズミくんのチョッキ。わかる。ネズミくんのっつうかチョッキな。なんかベストでしょ。ベスト、え、なんかあのスーツのピースみたいな、あの、うんうん、おしゃれなベスト、うん、ベストじゃなくてチョッキの方、うんうん、え、それだけなんでしょ。そう、白、白 T に、うん、そう、チョッキ着て、あのベージュのなんかよくわかんないあのチェックの柄がピロッみたいなズボン履いて、あのさっきのベージュのズー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 なんかよくわかんないけど、うん、なんかもしかしたら自分ちょっとおしゃれなんじゃねって思ってる系のファッション、うん、なんか謎の小物みたいなやつ、うんうん、あんまり女の子好きじゃないのかもしれない、ね、うん、てか本当に無印良品とかでいい。わかるわかるわかる、うん、ユニクロ無印で、うん、いいと思う、はい、いいと思うっていうかがいいと思う。おぬぬめです。そうそうそう、シンプルな方がね、まあでもね、うん、何にしてもね清潔感があるのが一番、うん、普通に白 T 黒シャツで、うん、あ、黒シャツじゃない、白 T にさ、そうね、重ね着しだしてさ、白 T にさ、なんか黒のズボンでよくない、うん、いい、こっちも。まあでもね、秋葉原にはもうあれいないんで、チェックとバンダナは。確かにいないね。バンダナいない。いないかも、見たい。そう、最近秋葉原に多いのはこういう人たちが多い。ルブタン風系でも、コンカフェ嬢に受けるんだったらティエン系男子みたいなのは多分ティエン系女子に受けるよね。クマちゃん、そうそうそう、うんうん、ミルクボーイとか、うん、トラバス東京とか、そうそうそう、でモコモコのなんか、あ、トラバスって書いてあるやつね、うんうん、にバレンシアガのスニーカー履いて、うん、MCM しょって、うん、バケツハット確かに、うん、とか、うん、がそこら辺のコンカフェ嬢が多分好きなんじゃないですかね、うん、確かに。でウルフカットだったらなお良い、なお良し、なお良いで、ウルフカットのウルフの部分が金髪だったらなお良い。それは分かんなかったえ、だってめっちゃいるじゃん、うん、秋葉に。いるね、最近多い。ウルフの部分がさ金髪の多い。で襟足だけって話。そう、なんか襟足だけ色変えてる人結構多い。多い多い。ここは見るんだけどな、うん、でかといってこれはね真似されてもこちらの反応ギャルじゃん。確かに確かに。それ今まで言われてた人きっといるからマジでやめな。ギャルって言っちゃうかもね、うん、つながりやすい格好ではあると思いますよ、うん、確かにピエン系女子には結構いけると思います、うん、逆にどういう服装が好き。へぇ、スリーピーススーツ。これは一生言ってる、うん、結構あれかも、あの英語が書いてある T シャツとか着てる人の人格が好きかも。アニメ T シャツとか着てる人の人格が好き。人格が好き。スリーピーススーツなんか着てる人いねえわ。スリーピーススーツ着てコンカフェ着てるおじさん見たことないな。ないないない。逆にウケるかも、うん、怖いかもしれない、うん、コスプレなのかなって思っちゃうかも、うん、でも一回いたよ、初老のなんかポニーテールの英国人。初老初老っていう人マジで最初からめっちゃ下げててくさ。初老って私のなんか萌えポイントだったんだけど。前だけど初老でも。ルールの好きな服装は、私の好きなメンズでしょ、なんだろうね、あの白シャツがいい。らしいですよ、皆さん。白シャツがいい。やばいね、あのこの動画が出た次の日から、ね、白シャツアニメティースリースリーピースなんで、終わりです。以上です。はい、今日も見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。今日も元気にいってらっしゃい。